今海外で銃を使った犯罪が多発している中、まさか日本でしかも首相、元首相がそういうふうな形で命を落とされるとは思っておりませんでした。ここはアメリカじゃないんだからちょっとショックですよね。まして参議院議員のね、まあ遊説中だったんですか。そんなになんか悪いイメージもなかったし、そんな恨まれるほどなのかなとは思いましたけど、よくネットでなんか批判する人とかは多いけど。